最初は大東町食品団地にあるホルモンの自販機です。お肉。ホルモンといっても面倒な下処理はいりません。味付けしてあり、あとは焼くだけです。種類が約10種類あります。牛ハラミや牛シマチョウもあります。豚ホルモンや豚ハツや豚トロスナ釣りまでありますよ。ハツってなんだっけ？豚さんの心臓ですね。キャー、心臓は食べれない。大丈夫です。ワイルドな歯ごたえにやみつきがアリックです。ちなみに豚ハツは 300g500 円で他の商品よりお手軽価格です。人気1位はロングセラー商品純ちゃんホルモンだそうです。お肉、純ちゃんホルモン食べてみたい。そしてこの自販機にはもう一つお買い得が、3個に1個の確率で当たりが出ます。当たりくじ付きは嬉しいぷん。当たりにはあまり手に入らない魔法のソースがついてきます。魔法の味になっちゃうね。美味しさ倍増だぷん。さらに商品を買ってシールを集めて応募すると抽選でお肉の詰め合わせが当たります。応募用紙の投函場所がこの赤いポストです。この自販機はお買い得だらけだね。嬉しいぴょん。そのホルモンの自販機から歩いて20秒、天然温泉の自販機です。いわゆる温泉スタンドですね。株式会社そういうさんの自販機です。九州で他には佐賀県佐賀市ぽかぽか温泉や三瀬、やまびこの湯、きゅうらぎえ、さよひめの湯なども運営されてます。60リットルで100円。これ安い。容器は自分で準備した分。ここで購入しお家のお風呂に入れたらぽかぽか温泉になりますよ。ここで温泉が湧いてるんでしょうね。成分表示もしっかり書いてあるから安心です。速報です。一般的な風呂の浴槽は200リットル、280リットルだそうです。ということは400円、500円でポカポカ温泉できちゃうぴょんだね。運搬の手間はいりますが。そばカフェそらさんです。風味があり滑らかなおそばと一度味わうとハマる有田鶏のスープカレーが人気のお店です。ガバイシャレトンシャ。入り口横に自販機があります。パスタにレッドカレーにこのお店の名物有田鶏のチキンカレーがあります。有田鶏のお肉が使ってる、こんなの初めて。さすがにおそばは自販機にはありませんでしたが、こちらはそば粉は国産のほぼひき粉と細引きの自家製ブレンドで手打ち手切りにこだわった本格派のお店です。速報です。ざるそばは黒つゆか白つゆかを選べるそうです。すごい。鉄鍋餃子専門店六さんの無人直売所です。餃子の皮、種、すだれ、辛みすべてをこだわりの手作りで作られてるお店です。6本店で売られている餃子と同じ餃子が販売されてます。餃子の無人直売所は別編で摂政さんや明楽さんが出てきましたね。うわ、ここは券売機なんだぴょん。そうです。無人直売所で券売機は初めてですね。餃子に使われている野菜はすべて佐世保産です。20個で1000円。めっちゃ安いぴょん。ところで鉄鍋餃子ってどこが発祥だっけ？昭和33年に北九州の折尾駅前にあったお店が発祥です。現在も黒崎駅近くで営業されてます。中国人がやっている中華料理店の餃子を日本人に合うように考えたのが始まりです。速報です。鉄板の上に乗せたスパゲティから今のスタイルを思いついたらしいです。それ速報か。私のセリフ取られたわ。コロナ禍でも安心して買えるように完全非対面販売をされてるそうです。鉄鍋餃子って九州発祥とは知らなかったぴょん。いつもはラストに出てきてましたが、今回は普通にご紹介します。毎度おなじみの昆虫自販機です。オオスズメバチが1000円、オケラ、イナゴ、タケムシは800円、コオロギクッキーに昆虫チョコレートもありますよ。また新しいのが続々スーピョン。2段目はグミ。2個入りで580円とは1粒がでっかいぴょんかな。3個入り500円もありますが、多分でっかいぴょんでしょうね。3段目はバブルゼリーにスパイダーマン組、売れてるらしいです。最後もキャンディやグミですね。お菓子だらけですね。昆虫の自販機にお菓子とはまた斬新で、いや逆かな。お菓子の自販機に昆虫がいるのかな。まあどっちでもいいんちゃうぴょん。いきなりの関西弁、びっくりぴょんだわ。ということで佐世保唯一の昆虫自販機でした。庶民の料亭笹泉さんです。創業102年を迎えた人気活魚料理店です。庶民の料亭とは最高じゃんぴょん。佐世保のあごだし餃子と茶碗蒸しとしめ鯖。茶碗蒸しは初めてですね。豚足にガレット、佐世ボンヌにガトーショコラ。お料理からデザートまでフル完備だわ。この1台で夕食終わっちゃうにゃ。にゃにゃねえぴょんちゃいまんの会。ああ関西弁映ったわ。こちらの自販機もドヒエモンです。今回もドヒエモンがたくさん出てきます。速報です。この自販機にはドヒエモンからのお手紙が貼られてます。よろしくなのじゃ。ドヒエモンがいっぱいユニークな自販機を置いてくれてるからこそ、この自販機シリーズも成り立ってます。感謝ぴょん、感謝ぴょん。佐世保朝市さんにも珍しい自販機があります。あ、ドヒエモンです。感謝ぴょんです。リゾットにグラタン、そして韓国手巻き寿司、キンパ。キンパだけなんか異様に目立ちますね。洋風の中に韓国料理が。キンパも冷凍でレンチンで食べれます。キンパうまそう。キンパぴょん。この自販機、過去にはスケロック寿司やいなり寿司もありました。牛焼肉弁当やハンバーグ弁当などもありました。今はお寿司がグラタンやリゾットに変わりましたね。残念ぴょん。2台のコカ・コーラ自販機に挟まれた自販機はカップコーヒーですかね。エーペックスコーヒーとありますが、コールドにはコカ・コーラ商品があります。ということでこちらもコカ・コーラなんでしょう。ということでコカ・コーラ3大連チャン自販機でした。トラストパークサンクル4番街のエレベーター前にあるのが不思議な自販機。長崎県といえば島原そうめん、その自販機なんですが、島原の株式会社セテラさんの自販機です。九州から麺類を中心に至高の商品を紹介という思いを全国に届けられてます。黒ごまが入ってるのにツルツルのどごしと強力な歯ごたえ、香り高い黒ごまの風味豊かな島原そうめんです。なぜに駐車場のエレベーターの前なのか、白そうめんはなく黒ごまそうめんのみなのかは不思議なところです。速報です。こちらのそうめんは冷やしてだけではなく温めてもわばいおいしからしかです。佐世保餃子研究所さんです。九州産の豚肉を塊から調理することで肉の旨味をしっかり味わえる餃子が生まれました。野菜はすべて県内産です。こちらの名物の餃子とラーメンが店頭の自販機で販売されてます。餃子は21個で700円。安い。多分自販機シリーズ最安値。ラーメンは850円。醤油も豚骨もある。餃子とラーメン最高の組み合わせだな。店内では平戸直送の海産物や松浦のアジフライもあります。店内とは言っても無人直売所なんで誰もいません。ぴょんぴょん。平戸産の厳選した焼きあごをふんだんに使った焼きあご餃子も販売されてます。餃子自体に味がついてるのでタレなしで食べれます。冷凍で置いておけるからいつでもすぐに使えるってのが主婦には心強い味方ですね。主婦は楽できるぴょん。嬉しいぴょん。主婦なんびっくり。住宅街にあるので場所がちと分かりにくいかも。こちらはたまたま見つけた緑の自販機です。もうすでにお気づきかもしれませんが念のため近づきます。キリンやアサヒや UCC の飲料の中に太組とカロリーメイトが。それにしてもコカ・コーラにオロナミン水にライフガードにメーカー問わずありますね。そっちの方が珍しいぷん。というわけでたまたま見つけたワンワンサロンメロティペペさんの自販機でした。ラーメン丸達さんの自販機です。もちろんラーメン自販機です。佐世保市では有名な人気ラーメン店です。豚骨に醤油、いろんなラーメンがあります。株式会社富永さんのコーヒー豆の自販機です。いっぱいあるな。豆は6種類、ホンジャラス、ブラジルナンバー2、モカシダモ、キリマンジャロ、グアテマラ、コロンビアスプレモ、どれも焙煎日から1週間以内の新鮮な豆です。コーヒー焼き瓶を持っていくと本日の焙煎豆がもらえます。これはお得だな。プーお隣笹町のアジフライの自販機です。アジフライ、しめ鯖、干し芋味のほぐし身が販売されてます。ほぐし身、ご飯にぴったりだな。速報です。アジフライの自販機は全国的にも珍しく、ここを含めて3台だけです。さあ帰ろうかとしていたら車が1台停車。まさかというか間違いなく自販機でアジフライを購入されてました。速報です。夕食はアジフライだったと思われます。そりゃそうだろうね。震災海峡です。この近くにレトロ自販機がありました。西海峡公園にある魚魚市場と西海峡物産館です。この物産館の方にあります。こちらもしかして茶箱の自販機？実は自販機ではありません。自販機の形をした陳列重機です。お金は入りません。これは絵です。おっかね。うん、タバコの形をした入れ物にお茶の葉が入ってます。速報です。この自販機は本物が長崎県に存在します。そうです。また別編で。物産館の入り口を入り振り向くとそこにはやつはいません。レトロ自販機がありました。懐かしの瓶コーヒーです。煙突のある銭湯などによくありましたね。うわ、懐かしいぴょん。ロコケアに牛乳にコーヒー牛乳がありましたよ。手書きというのがまた味があっていいですね。では今回は買ってみます。お金を入れて。お金が戻ってきて。また入れて。今回はコーヒー牛乳をチョイス。商品が前に倒れてきます。ドアを開けて取り出します。ゲットです。うまそうぴょんぴょん。スマッチューぴょんだね。なんかこの感じ懐かしいですね。美味しくいただきました。空き瓶はお返しします。再利用してください。こちらが魚魚市場です。伊勢海老が7000円で販売されてました。食べたことない。そしてなんともレトロなゲーム機もありましたよ。子供たちが喜びそうぴょん。そんな中に一風変わったゲーム機がこちらです。UFO キャッチャーで伊勢海老をゲットできます。7000円よりかは一回り小さく見えましたが、伊勢海老は伊勢海老です。1回200円で釣れたら最高だぴょん。廃棄の和洋創作ダイニング、隠れ蔵優香さんです。この自販機シリーズ初登場、 PCR 検査キットの自販機です。コロナ禍ならではですねぴょん。3000円と4000円の2種類があります。福岡市にはありますね。佐賀県はまだないんじゃないかな。早くコロナが収束してくれることを切に願います。佐世保競輪です。こちらには3台あります。というと右上に出てるしネタバレやん。あちゃ、バレちった。パン、お菓子、カップ麺の自販機です。1台目はお菓子とパン、柿の種にハイチュウにハッピーターンにポテチ、パンはいちご、チョコ、小倉にメロンパンとあと2つの7種類、いろいろあるな。2台目はカップ麺。レトロ自販機でカップ麺はありましたね。割り箸の取りすぎ箱ハットだぴょん。3台目はすべてパンです。1台目の自販機と品揃えは変わらないですね。さあ終盤になってきました。今回は残り4台です。もう少しお付き合いを。何かある。なんだあれは、結構でかいぞ。ビアでかすぎるぴょん。となるとこれは何？え、自販機はいずこなり？え、まさか？これが日本一大きな自販機？ではありません。普通の自販機です。コカ・コーラとサントリーの自販機です。ということは、いずこぴょん。こっちには何もなさそうだな。風光明媚な海岸の町ですぴょん。やっぱりなの？そうなんです。この建物が自販機です。どうちゃ。高さは18メートル、4階建てのビルです。4階が製氷室、3階が製氷庫、最大8トンまで貯めれます。2階が氷を送る装置、1階が制御室です。速報です。こちらを作るのには7000万円かかってます。地元の漁協所有です。でもこれって自販機じゃなくない？間もなくわかります。しばしお待ちを。こういう製氷施設は他にもあるみたいですが、自販機はここだけです。防犯カメラもついてます。怪しいやつが動画撮ったり写真撮ったりしてるなと今思われてるでしょう。水道水で作られた氷ですが、飲食用の検査はしてありません。では、自販機なのか、自販機ではないのか、注目の瞬間まで間もなくです。確かに自販機とは思えない斬新なデザイン、まるで制御盤ですね。上にずれると分かります。どっからどう見ても正真正銘自販機です。自分でわしゃ自販機じゃって言ってるならそうだな。漁に出る前に船にたくさん氷を積み取った魚を冷やすための氷です。つまりは漁師さんにはなくてはならない施設なんですね。ホースで直接船に氷を積むこともできるそうです。自販機は食べ物が大半で、食べ物はコンビニでもスーパーでもあるんでなくてはならないとまではいきませんが、この自販機はなくてはならない自販機ですね。そういう意味でも唯一無二の自販機ですね。地域の経済を支える貴重な自販機です。7000万の価値ありです。地域を支える勇敢な姿に見えてきたぴょん。近くには恵比寿様も鎮座されてました。恵比寿地蔵は特に佐賀県にたくさんあります。佐賀藩主鍋島直政公が積極的に推進されたと聞いてます。速報です。 100g200 円で買えるそうです。ということで、長崎県にあった日本一大きな自販機は地域を支える氷の自販機でした。笹町にある無国籍料理ガラムさんです。こちらにはかの有名なお菓子メーカーブルボンの自販機があります。佐賀編では撤去されていて巡り合えなかった自販機です。ブルボン以外のお菓子が意外に多い。ま、そこはご愛嬌ということで。でも本当に珍しいですね。びっくりだった。同じく笹町から139さんです。クレープの自販機です。たまたまかな、売り切れが多かったですね。クルベイヘンと同じく透明の容器に入れてできます。種類は結構ありましたよ。店内ではいろいろなデザートが売られてますよ。今回ラストの自販機は大野モール前にあります。ないぴょん。工事に伴い一時移動してるみたいだね。後らしきものはありましたよ。ガチャということは何が出るかはお楽しみですね。あら、人気漫画のグッズもあるみたいです。というわけで全22台全部終了。